ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、長谷川新作、八郎兵衛狐、嘆きの紅おしろい。この作品は昭和10年短編集、またたび新八景の中の一作として刊行されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章、狐娘。この世に不思議はいくらもある。旅から旅をかけた俺だ。この世の不思議は大抵知っているが、こいつは途方もなくへんてこだ。みな、この財布の中が空っぽだ。呆れたな。と、旅わらじを脱ぎ捨てて、当時江戸でぶらついている須野三五郎という旅人が顔をしかめて、空財布をひねくっている。空いっぱい星が降るかに瞬いて、今夜は吹き払ってゆく風に霜気があり、この三四日中では一番冷感だ。それは全く変だが、とここでたった今通り合わせて声をかけた手慰み場所の仲良しで馬太郎が、聞けば旅先では乱暴無法の数々を踏んできたと話の三五郎相手だけに、下手なことを言えばこと物騒に変わり、いつ何時原稿が不意に飛んでこないものでもないと内心に少し恐れがある。全く変だが、入れたものならねえはずはなし。まさか俺が盗むはずもなし。当たり前だ、盗まれる俺でもねえ。なのに見ろ、財布は空だ。なるほど、その財布は空だが、もともと空じゃねえのかというのか。ペラボめ、今夜の俺は来枚30両をご持参だった。30両？どうだ、30両だぞ。365日働いても十元奉公じゃ30両といえば10年もかかるぞ。大枚の金を。まあ、その大枚がね、不思議だ。俺は屋敷を出てから手をやった。その時確かにこの手に触った。それからここまで時々手をやったが、いつも金や懐にご鎮座だった。それがおめえどうも不思議だ。落としたんじゃねえのか。何や、持っているものを落として気がつかねえほどバカじゃねえ。ごもっともだ。なるほど、見ろ、この財布には無粋だが紐がついている。この紐を首へかけていた。なるほど、それじゃあ誰かに盗まれたのかもしれねえ。盗まれようにもここへ来るまで娘っ子に会ったきり、怪しい奴には出くわさねえ。じゃあなくなるわけがねえ。そうよ、なくなるわけはねえのに、なくなったから不思議だと言ってるんだ。なるほど、どういうわけでなくなったか考えてくれ。さあ、俺にはわからねえ。当人の俺でさえわからねえ。妙だな。と、三五郎はまたしても空財布をしごき、いまいましそうにねじって捨てたが、紐があるので空財布は膝のあたりで宙に迷った。なあ、三兄、俺はごめんこうむるよ。急ぐから。うん。気のない返事をして三五郎は、ぼんやり同じところに立っていた。馬五郎は寒さで赤い鼻をこすり歩きかけたが、小戻りした。そうに、と物々しく急に声を落としていったので、三五郎も思わず顔を向けた。二人とも星明かりの下だけに、互いの目には薄墨でぼかしたような姿に見える。もしや、コンコンにやられたんじゃねえか。コンコンというと、キツネか。そうだよ。あのサブってやつは、キツネ使いだって言うぜ。違うな。俺は、あいつには合わねえ。でも、キツネを使うんだぜ。キツネにも合わねえ。合わねえと言って、相手は3000年の功を経たキツネだとすると、姿を見せるものか。ベロロめ、
キツネがなんで、俺がキツネに化かされたら江戸中一人残らずキツネに化かされろ。野良キツネならとにかく甲を得たる霊子と来ると人間なんかかなわねえ。何を言いやがる。人間よりキツネが偉いと抜かすのか。そんならてめえはなぜキツネの仲間入りをしねえんだ。そりゃ話が違う。違うもヘチマもあるか。怒らねえで俺の言うことをよく聞きなよ。キツネは人間に化けるんだ。それで待った待った。え、どうかしたのかさ兄。キツネは人間に化けると言ったな。はてな。三五郎の猛胆排撃もほんの上滑りで、不思議をキツネの神秘に結びつける気が少し出た。心当たりがあるのか。女に会った。しかも娘だ。いい女だった。はてな、そりゃきっとキツネだろうよ。不定畜生だ。びっくりするな、てめえのことじゃねえ。その娘の畜生だ。だが安畜生め、俺の顔を見てにっこりしただけで、間は一尺は確かに離れてた気がするから、いくらうめえ巾着切りでも取れやしめえ。それはキツネだ。どうだね兄。キツネ使いの阿部の三郎兵衛といって、女みてえな男を知ってるだろう。髪を女のように長く伸ばしてる人さ。あの人に聞いてみちゃどうだ。あの人は狐使いだから、悪事災難の来るのを先に知って、いつでも逃れているという人だ。きっとわかるぜ。聞いたな、そんな噂を。夜はきっとうなされるというじゃねえか。殺した奴が夢にでも出てくるんだろう。そら知らねえが、近頃妙な話はこれで二三度聞くよ。夜一人歩きの娘に会うと、間が六尺も離れているのに懐のものがなくなるってね。それが狐の仕業と決まっているのか。人間じゃとてもそんな不思議はできねえからね。話の半ばに、一の向こうに送りの鈴が虫の音ほどに聞こえて、一人歩きの娘が現れた。裾を背中、馬太郎に加勢させ、近づく娘にこっちからも近づいて、真正面に立ちふさがった三五郎が、穴の開くほど色白で美しい娘の顔をにらみつけた。娘は十七か十八か、下町娘の派手好みが、星いっぱいの空の下だけに、さすがの三五郎でも、これは人間、狐ではあるまいとすぐ思うほど、鮮やかさが目も心も奪って、急には文句が口に出ない。今しがたあっちへ行ったね。三五郎がこんなに優しく言うのを初めて聞いた馬太郎は、物驚きを不思議としない娘を後ろから見上げ見下ろしながら、化かされぬまじないの眉毛に唾を塗って片裾をまくった。唾といわば蹴る気か逃げる気か、当人にもそこが判然せず、とりあえずまくったらしい。娘はただの立ち姿、それがまた淡く影を地に引いて、狐でないこと確かだが、三五郎はとにかく馬太郎だけは狐と信じ疑わない。口が聞けねえわけでもなかろう。なぜ返事しねえんだ。おめえあっちへ今しがた行ったね。三五郎の問いに娘はうなずいた。かんざしについているくす玉がゆらりときらめき、花串に仕込んである鈴がほのかになった。その時何か拾やしねえか。問い詰める調子が荒くなってきたので、乱暴者の面目が三五郎にやっと出た。娘は首を振って長いたもとを胸の前で重ねた。足を動かしたと見え、ぼくりの裏で鈴が鳴った。拾わねえって。そうか、拾わなかったか。どうも三五郎の掛け合いがいつもほど精細を発揮しない。こんな時いつもだったらもっと高い調子で肉薄し、相手を十分怯えさせているはずだ。馬太郎が歯がゆがって口を出した。やい、よく聞け。万事万事万事。
口早に言ったこれは悪鬼悪霊もろもろの触りから逃れられる一心保安の呪文だと火事祈祷者上がりの者から教わったものだが、娘は尻尾を出すどころでなく三五郎を恐れる色なく横に少しかばしただけで歩き出した。またこんちくしょう。初めて三五郎が激発して太い腕をぬっと娘の胸にぶっつけた。ぶっつける瞬間に三五郎は浮かび上がったよう勇ましくなれた。今までは自分でも訳がよくわからないが、いつもの自分でなくて他人のような気だったが、三五郎はぶっつけた太い腕がふわりと空をついたので、その刹那にカッとなった。そこで初めて全貌をさらけ出し、これからの地は見ていた馬太郎に息もつかせず、まるで火の玉が転がっていると同様、この雨めふざけやがって。人でも狐でも頓着なしになった三五郎は、今ぶっつけた腕は巧みにかばされたが、今度はそういくものかと左と右と腕二本片身代わりについて出す。これは三五郎独特の喧嘩必勝法。しかるにその喧嘩必勝法が次から次と虚しく娘の体から外れてばかりいる。ほよあれ、見ている馬太郎がまず肝を潰した。なんと不思議なことに、娘が大して動くでもないのに、見るからに懸命な三五郎の突き出す腕を右も左もさらりとかわした。千年の功を経たるお狐様だと馬太郎は心中で狐に警鐘をつけた。畜生畜生。シャニムにひた攻めに攻めてみたが、三五郎の二本の腕に手応え皆無で、この寒夜に吐き出す息が雲と流れ、額に汗すら浮いて出た。三五郎は獅子奮陣、滅多無償に突きかかったが、やがて馬太郎の声を耳元に聞いて、夢から覚めた気で振り返った。話せ。確かめたのではないが、馬太郎の腕がたすきに体へかかっているのを三五郎は悟った。話せって、三兄、相手がもういねえよ。僕は残しやがれとは言ったが、なるほど、どこを見ても娘の姿が見当たらない。三兄、あれはどうしても神通力ってもんだ。人間技じゃかないっこねえ、夜間とやらの親玉だよ。という馬太郎の顔を振り返った三五郎は、お狐様の威力にすっかり降参している馬太郎の怯えている目に星の光がキラキラ映えているのを見た。夜間だか土瓶だか知らねえが、驚いた。誰だって驚くよ。これじゃあ石見十太郎だってかないっこねえ。何？はーずい、畜生。夢飯山だ。これほどのものに大汗をかかせやがって、いつの間にか消えちまいやがったと三五郎は広げた手ぬぐいを汗でべとつく顔に押し当てた。兄、兄、お狐様は消えやしねえんだ。元通り化けた姿の娘のなりで、足からチリンチリンといい音を聞かせて向こうを指して歩いて行ったんだよ。なんだと？あっち行ったと？よし来た。三五郎は裾を背中まで一気にまくり、両足を曲がり釘のようにして駆け出した。追いついてもう一度娘相手に勝つか負けるかやる気と見える。兄、それは悪い了見だ。とてもお狐様にかないっこねえよ。馬太郎は危なかったが、三五郎はいだてん走り、みるみる遠く踊っていた。静か午前、翌日から三五郎は堀物氏のところへ通い出した。いいわけもんがあったら、無傷の体に針を入れさせて持ってね。と眉を潜めるものもあったが、三五郎は一個も与えず、かえって腹さえ立てた。黙っていろい。三五郎が
掘り物をしていると聞いて、同期愛求むる仲間ではその掘り物の需要に興味を持ったが、間もなく分かったところによると吉野山の静か御前だった。それを例の馬太郎が不審がって聞いてみた。三阿に大層立派だとね。何が立派だと？安畜生に任されっぷりが立派だというのか？間違えちゃ困るよ。背中がさ、背中の掘りもんだよ。静か御前の話か。立派にまだなりかかりだ。顔と鼓と手が一本、あとは足首が二つだけできた。それじゃあまだ幾切れもかかっちゃいねえんだな。12、3切れだ。顔と鼓だけは仕上がったも同然だから、もうこれでやめてもいいんだ。へえ、静か御前の顔と鼓だけが入用なのか。妙だな。妙なことがあるか。てめえさては吉野山道行きってのを知らねえな。三王には吉野山ってところへ行ったことあるのか？ねえ、なくってもいいんだ。今度安畜生に会ったらパッと肌脱ぎになって背中の吉野山道行きの静か御前の鼓を見せてやるんだ。鼓を見せるとどうにかなるのか？えらぼうなとんまだ。こいつは鼓は狐の皮を張ってあるんだ。あれ、猫の皮じゃねえのか？俺も猫の皮だと思ったら掘り物師に割られてまった。千年経った夜間の皮がいいんだとよ。夜間というのは狐のことだとよ。やっとわかったよ。つまり狐の皮の鼓を見せて、さあどうだという趣向だ。それだけでもね、一つはあの天のことを忘れねえためだ。お狐様をね。だがあれくらいのお狐様になると網のことでねえからね。その天が狐だとは限らねえ。俺は多分あいつは人間の女の娘の畜生だと思うんだ。俺はお狐様だと思うよ。てめえはあの晩の後のことを知らねえから狐だって言いやがるんだ。あれ？じゃああの晩あれから？めんどくせえからあれっきりだったと言ったが、実はあれから追いついた。おほ？この天ってんでこっちも二度目だ。いきなり前へ立ちふさがり、たもとをつかんだんだ。するとそのたもとが、たもとが喜八丈だ。本当の。それから今度は気が落ち着いているから、よくよく嗅いでみたが。嗅いだって？この鼻で嗅ぎ、この目で見直したんだ。あの女は正真正銘の娘らしいんだ。その証拠にはおしろいが匂う、髪の油が匂う。それよりもおめえ、争えねえことは女の匂いだ。狐があんな匂いでたまるかってんだ。化かされると木の葉が小判に見えるというから、目や鼻だけじゃお手によらねえっていうのか？もっともだ。俺も実はそう思い、最初はたもとをつかみ逃がさねえようにして二の腕へぎゅっと爪が立たんばかりに力を入れてつかんだところ、その手応えだ。目を閉じて三五郎はどこへ魂を移動させたのか、しばらくの間息が止まったようじっとなった。馬太郎がびっくりして顔を覗き込んでみると、三五郎の閉じたまぶたがピクリピクリ動いている。で、三王に、それからと鼻息を伺った聞き方をした。その腕がだ。女の腕なんて掴むと柔らけえもんだ。そうだろう？その腕がまるで石みてえなんだ。あれ見ねえ。やっぱりお狐様だ。俺もその時、これは不思議だと思わず手を離した途端に、女の喜八丈が俺にかぶさってきて、え？え？俺は薄く氷が張って、ところどころにカツオが転がっているような地びたへ、この面が向いたね。え？なんだいそれ。早く言や、俺がだぜ。この俺が地びたへすってんころりだ。つえなあ、いよいよお狐様だ。べろぼめ、お狐様のお忘れ物にこんなのがあるか？狐の櫛やかんざしは木の葉か草の葉だ。と、出して見せたのは、くす玉の飾りふさが五色で美しいかんざしだ。でももしかひょっとすると狐かと俺も少しは疑っている。狐にしろ人間の娘にしろ、またとねえいい女だ。俺は好きになっちゃった。え？好きに？はあ、
それでその背中へ掘り物か。いくらかそうだ。いくらかといって掘り物はいてえのに、我慢して掘るからにはよくよく忘れられねえ好きなやつだが、憎いやつだ。好きだ憎いだでは半端だな。構わねえ。俺は両方半分ずつだ。狐ならこの背中を見せて降参させてやる。人間ならこの背中を見せて口説いてやる。はてね、すってんころりとやった女はね、べらぼめ。その前に俺があの天をすってんころりと一度でも放り出してからでなくっちゃ、口説いたって効き目がねえと、この野郎悟れねえのか。ほうほう、なるほど。だけどさあに、夜あんなに遅く一人歩きをするようじゃ、あれは確かに。お狐様ならお狐様にしとけ。今に俺がこれがかかあだと言ってあの女をてめえに引き合わせてやるから。馬太郎は諦めてその上の問答はやめた。威勢のいい三五郎でもお狐様にはかなわねえ。夜だけ化かされたのではなく、昼夜通して化かされている。こいつは前代未聞の話だと面白がってしゃべり歩いた。おめえだから話すんだが、巣の三五郎が狐に惚れやがってね。話はそれからすれと誤り伝わって、三五郎が狐と祝言するそうだと噂のもとの馬太郎の耳へ一回りして噂が戻ってきた。その噂を当時山の手の屋敷町に潜っている狐使いの阿部の三郎兵衛が聞き込んで、女のような顔を歪めながら妙な手つきで印を結んだ。暗室の窓、それっきりで巣の三五郎は再び旅わらじを履く気はなく、どこで巡り合うあてもないが、江戸にいたらもう一度好きで憎いあの娘に会わぬものでもなかろうと、ずるずると居座って日がたち月がたち、翌年の2月、初馬が過ぎて梅が香る頃の雨の日、麻布の旗本屋敷の遊び場所を出て、飯倉から切通しへ出る気で七つ曲がりの道を、さっき買った山切りの下駄突っかけ、これも買いたての大黒傘を背中で傾け、涅槃門を右奥の木立の中に見て、もうじき切通しという樹下の青黒さと雨の午後の薄ネズミ色とで鬱陶しい中で見つけたのが、いつかの晩の娘の姿。おや、あいつだ、とうとう見つけた。かつては嫁、星はあっても昼とは違う、そんなによく見えるはずがないのに、妙にはっきり記憶した女の美貌に目を据えて三五郎は胸をわくつかせながら、憎さを忘れず足元で跳ね返る泥に気を止めず、つかつかと鋭く向かっていった。おう、珍しいな、見忘れはしながろう。この前と違って三五郎の言い方は頭から穏やかでない。娘はちらりと三五郎に目だけ動かして何も言わない。その娘の姿が荒い滝島の襟付きで、クジラ帯の黒と赤とが、こんな木の葉が香り、真っ向が匂い、苔が匂いそうなところではふさわしくない。また黙ってやがる。今日はいつかの晩とは違う。二の矢を放った三五郎の強い調子に怯えもせず笑いもせぬ、木彫りに乱引きをかけたような美貌からはちらりと冷酷さえ感じられた。やい、うぬはおしか。胸に突き上げてくる腹立ちで食ってかかる三五郎に、ろくろくまつげを動かしもせずしげしげと見入っているので、かえって気味の悪さが感じられた。おめえどこの何という人の娘だ。蛇の目の傘を持ち直して娘はやはり冷たい美しさで黙っている。俺はおめえに投げ飛ばされたものだ、忘れやしめえ。中で初めてこの娘の声を三五郎は耳にしたが、あまり低いので思わず眉にしわを立てた。上品ぶるね、愛の男を手もなく投げる不思議な娘のくせに。どこでなの。
おや、近所の若い衆に口を聞くように言いやがら。時は師走の初め、場所は赤坂田町五丁目。かすかな声を口にして娘は初めてにこりと笑った。笑顔になると今までの冷たさが消し飛んで、桜の花の七分咲き、美しいなぁと三五郎が我にもなくとろりとなった。巣の三五郎、笑顔一つにえこじも何も泡と消え、ぼんやり見つめて黙ってしまった。キツネキツネと言ったのお前だったの。呆れたというように目を見張った娘の顔がまた美しい。私キツネなんかじゃない。キツネが昼間傘を差して歩くものか。言うことが姿に似合わず電報過ぎたが、三五郎はそんなことは気がつかない。五丁目でひどい目に遭わされかけたので逃げたら追っかけてきて、風の冷たいため池の前で私の足にぶつかって自分勝手に転んだのお前なの。まあ、呆れもするがおかしいという顔をする娘に、やっと我に返った三五郎、眉毛に唾を素早く塗った。あらと見て腹立ち、横を向いて娘が声は出さなかったがおかしがって笑ったと見て、腹立ち虫がむくりと腹の中で置き換えた三五郎。何を笑いやがる。椿をつけたりして。念のためだ。やい、おかしかねえ。笑うな。おめえどこだ。一緒に行こう。親があったら親、兄貴があったら兄貴の前できっと話をつけてみせる。もはや見惚れている三五郎でなく、喧嘩腰の強い調子だ。そう、じゃあおいでな。娘は歩いた。行くとも。三五郎もきびすを返した。娘の行く先はどこだかわからないが、七つ曲がりの道を赤羽門の方らしい。気がつくと娘は傘の上を袖口で押さえていた。両手ともに袖の縁、見えているのは襦袢の袖の火の色だけ。こいつちっとへんてこだ。馬太郎が言った通り狐かしら。いや、狐が化けたんならいくらなんでも今頃出てくることはなかろう。足跡はどうだ。後ろから気をつけてみると、黒塗り紅代の雨桁の歯型が二の字に印残され、狐の足跡とは大きに違う。やがて飯倉河原家坂の上、道は十字に入れ違い、片側は屋敷で片側は町家と寺。おい、どこまで行くんだ。三五郎が後ろから気にして声をかけたが、娘は雨の横降りにたもとも裾も勝手に濡れろと放り出したとは見えないが、いとう色なく角の寺の塀に沿って奥へ行った。そこには暗室らしい古い建物が、場所を三株を前にして雨に一段と錆を帯び風流らしく立っていた。ここか、おめえのうちは。と見回している三五郎に目もくれず、娘は裏へ回ったが、それっきりで姿が消えた。畜生め、逃がすもんか。三五郎が裏へ回ると影も形もなくなった。娘の名残の雨桁が窓の下、片足は横に踏み返され、紅花尾が泥をなめていた。はあ、狐どころかこいつは紛れもねえ人間の娘。娘姿は大嘘つきで、正体は爆連女に相違ないとわけはないが悟った三五郎は窓をがらりと手荒く開けた。誰だ。太い声が金槌で叩くように怒った。背中の膝。小僧、そこから上がれ。何を見て上がる。上がれったら上がれ。遠慮と知恵は持っちゃいるめ。どうもりと見える四十一二歳、毛深い坊主頭の怖い目の男が、矢口島の土寺にくるまって焼き干物をかじりながら、
手前館で酒を飲んでいた。よし、上がるとも。体の軽い三五郎だ。窓から苦もなく上がったが、座りもせず見回した。そこは狭い畳敷きで、天井も低い。狭くったって畳二畳だ。五郎内より一人前が広い。小僧、座んな。座るとも。八を追っかけてきたのか。バカだな。木造ガニのように毛深い手で鼻の下を横にこいて、坊主頭はクスクス笑った。ハチってのか、あの娘は。娘？うん、そうだ。おハチさんとでもハチベイとでも勝手に思ってろ。おめえどこのもんだ。名乗りもするが、まず聞きてえな、あの娘はキツネじゃなかろう。キツネだよ。本当の話かよ。からかっちゃいけねえぜ。あいつはキツネだ。本当の話がキツネだ。やっぱりそうか。俺も一時はそうかと思った。夜更けに出会って、おまけに腕立てをするのを見ては、娘の芸ではねえからな。そうか、キツネか。本物のキツネだと思ったのか。バカな小僧だ。俺がキツネと言ったのはあだ名のことだ。え？キツネとは肩書きなのか。だとあの女は波の女じゃねえんだろう。そうだろうがの。霧で揉み込むように念を押す三五郎に縁護の顔をして向けた坊主頭がタバコで染まった汚い歯を見せた。小僧、どこまでバカされてやがるんだ。バカすぎてかえそうだから教えてやら。そっから覗いてみろ。ただいまお召し替え最中だろ。見てびっくりしろよ小僧。何をキョロキョロしてやがるんだ。てめえの背中の方に壁の穴がある。おお、これか。遠慮するな。中身は極楽か地獄か、うぬが目でよく見て特進しやがれ。好奇心と淡い恋心と、お一つは仕返しがしたい意地っ張りとで、前後の考えもなく三五郎は壁にカエルでぼして穴を覗いた。その後ろでは坊主頭が青ざめたカボになって緊張をした。見えただろうが。おもりがついたように声が急に重くなった。真っ暗だと三五郎が少し不平顔で振り返ると、坊主頭は慌ててうつむき手酌をした。よく見ろよ小僧。だって見えやしね。思い切れずまた覗く後ろで、間もなく三五郎の首に絡ませる手ぬぐいを坊主頭が縦に音なく二三度しごいた。ほよ、どうした。赤いものがちらりと見えた。それが狐だと言いながら膝で立った坊主頭が手ぬぐい輪を両手で捧げ、三五郎の頭上へそっと近づけた。気をつけろ。凛と別な声がどこかでした。え？顔を今の声で弾かれた気がして、三五郎が壁を離れたので、泡を食った坊主頭が元の居住まいになろうとして膝の下に全部敷いて小皿を一枚みじんにした。坊さん。短歌を切る時のぶっつける調子で三五郎は目に角を立て、片膝を上げて詰め寄った。今の手つきは何だ。その面の色は何だ。何を言いやがる小僧。そんな咎め立ては生意気だ。狐に化かされて迷い込みやがって、親切に俺が迷いを払ってやろうというのに食ってかかりやがる。ふざけると承知しねえぞ。俺が頭巾を脱いだら小僧、てめえなんざ縮み上がって腰が立たねえぞ。坊主頭の方が図太さでは三五郎よりはるかに上らしい。何を。腕を見ろい。どてらをまくってぬっと出した坊主頭の右の腕は松の根に毛を植えたようで、ちょっと動かすうちに筋肉が盛り上がり、人の腕の中で魔が踊っているよう。さすがにドッキを抜かれて三五郎は残時のうち舌が動かなかったが、後ろにも敵の火星が現れた気配に
ぎょっとして立ちかかる三五郎の背中を膝頭が軽くついた。お、びっくりはしたが、髪のかおしろいのか女臭さをこの場合に三五郎の鼻は嗅ぎつけた。おっと三五郎、こっちを向くな。物騒なのは前の方だ。細く通った男の声というよりは女に近い声がして、三五郎は背中に人肌のぬくみをはっきり感じた。見るまでもなく、それはさっきの爆蓮娘だ。三五郎は覚悟した。すってんころりとやられた娘がこの上敵となるならなれ、それより物騒なのは坊主頭と敵意に目を光らせながら諏訪といわば戦う気で度胸を沈めている一方で、背中に受ける娘の人肌を快く貪る気もあった。が坊主頭の目は三五郎の上に注がれ、灰色になった顔がブルブル震え出していた。すごい素性。クマ、いい加減なめろこのかぼちゃめ。これが三五郎の頭の上で、顔は見えないがまさしく娘の口から出る啖呵だ。坊主頭の目はしおれた。俺に聞こえるのを承知でペラペラしゃべりやがって、てめえの命は七にとってあるんだってことを忘れやがったか。その途端にペコリと坊主頭が脳天のハゲをまともに向けた。それで三五郎は初めて刀の古傷が横斜めにあるのを知って、娘も坊主頭もすごい素性とだけは合点が言った。娘は三五郎の頭越しに門跡の顔を向けているらしく、坊主頭はいよいよしおれた。俺は狐かもしれねえから、狐と言おうが狸と言おうが影で言うなら怒りゃしねえが、狭いこの暗室で遠慮なしの旗上司で今来たばかりのこの男にペラペラしゃべるとは熊、こういうのが人を侮るということだ。えい、すみません。今のざまはなんてことだ。この男の首へその手ぬぐいを引っ掛けて締め殺して銭を取るのか。いえ、何、こんなやつ銭は持ってやしますまい。じゃあ何が目当てだ。え、いえめえ、俺は知ってるぞ。てめえサブに寝返ったんだろう。ほんだことを。隠すな。ウヌは一体どういう体だ。三宅の島抜けじゃねえか。10年もそれは命の話だ。10年経てば島抜けがお帳から消えているとでも言うのか。どうもすみません。サブはどこにいる。まったくサブなんて存じません。しらを切るない。おい三五郎と、んっと膝が軽く背中をついたので、今まで問答を余計な穴がどこかに開いている人間のようひたすら聞き入っていた三五郎がハッとなった。なんだ、負けてはいない、どっちも敵で味方でなしと陣を立て直そうとする三五郎の肩に手がかかった。娘のくせにひどく強力だ。立つな、ここは狭い、畳二畳に三人立ちではあがきが悪い。なるほど、というに似た気が三五郎に起こり、元の居住まいにじっとした。てめえ、ため池のそばで金を返せと言った、覚えているぞ。その金を俺が知るか。取ったやつは狐使いのサフロベーってやつだろう。それはいけねえ、サブというやつにあの晩俺は会やしねえ。キツネ使いなんだ。キツネ使いはおめえだろう。バカだよこの男は。ふいと女の調子になった。どうしてサブが俺の金を取ったというんだ。見たからさ。どこで。田町五丁目、星が光っているあの晩にさ。サブには会わねえ。娘にも会わないか。え、おいらは確か木八条を着ていたよ。サブのはそうじゃなかったはずだ。そう言われると、最初会ってにっこり笑顔を向けた娘は喜八条ではなかった気もする。あいつが化けるとは夢にも知らなかったんで、おいらは網を張っていたくせに、その晩はとうとう見逃しちまった。あいつとおいらの女姿は大違い。サブは夜だけのイカ様だが、おいらは年百年中この姿なんさ。
もっとも娘にもなりゃ豊島にもなる。け去年いっぱいは眉毛を落としていたっけ。そうだね、クマ。え、クマはペコリと頭を下げ、古傷をまた三五郎に向けた。その坊主は去年からの家来でね、中仙道深谷の宿大木屋与一さんの家を出て並木へかかると、そのクマが待ち伏せていて無理に道連れ、それから次第にズーズーしくおいらにデレデレしやがって。すみません、そこらで一つご勘弁を。言ったっていいじゃねえか。歯の浮くような脅し文句で怖がらせ、おいらを手に入れる気でかかってきたから辻堂へ引っ張り込んで。もう堪忍してください。てめえがペラペラ喋るからおいらもペラペラ喋ってやるんだ。それでね、三五郎。三五郎は夢に夢見る気がして、自分の腕をそっとかいたりつねったりした。夢ではなくて、この不思議にまことこの世で出会っているのだ。辻堂の中でおいらが熊を組み伏せて、喉へ巻いた手ぬぐいでご不通り冥土へやってから、この世へまた引き戻してやったのさ。それからずっとおいらには忠義な家来だったのだが、今日は急に変変わりがあった。すみません、実は足の迷いでね、今日はいつになくこの窓から飛び込んできなすったから、どうしなすったと聞いたら男に追っかけられた。ちょいっといい男さと追いなすったので、足は面目ねえがカッとなった。え？三五郎は頭の上でかすかに驚く声を聞いたが、それよりはちょいっといい男と言われたと知って、血がめきめきと体中に動き出し、なんとなく飛び上がってみたくなった。伏し目になった熊は冷や汗をかいている。するとこの男が窓を開けた。面を見るとすぐムカッとして、いきなり小僧と噛みついてやったが、大して驚きもしやがらねえ。さてはサブを討ち取るのに俺の役はお召し上げで、この男を新規に取り立て使う気で、それでここまでおびき寄せたと気がついたので。呆れた筋書きを勝手にこしらえやがったものだね。え、違ったんですか。だけどあっしはそう思い込んで尺に触ってならねえから、ついいらざることまでペラペラと。それが高じて人殺しをする気になったってわけか。呆れ返った男だね。そう言いなさるが、なるほど、そりゃバカな俺にちげえねえが、罪なことだ一体が。私がかい。どうして、何が罪なんだ。その顔だ、その姿だ。綺麗すぎるから罪を作るんだ。何を言いやがる。こりゃ生まれつきだ。生まれつきとは言えませんぜ。おめえさんの生まれつきは。黙れ。え、クマ、昨日今日の知り合いじゃないぜ。何もかも承知でいるはずだ。そうです、承知だ。承知は承知だが、その承知の上を越し、舌をくぐり、煩悩とかいうやつが出てね。バカなやつだ。バカだ、大バカだ。自分でもバカと知っているんだ。いっそ深谷の辻堂で、あの時殺されていればよかったんだ。バカ、何を言ってやがんで。叱られたのは無論熊坊主だが、三五郎もびっくりとした。熊坊主の言ったことは取りも直さず三五郎の心の内だ。いよいよ三五郎はこれがこの世の出来事かと怪しんだ。狐の荷物。狭い二畳敷きに置き去られた熊坊主と三五郎が、それと気がついて顔を見合わせたのは、雨雲に途切れができて窓に薄日が差した夕暮れだった。熊さんとやら、失礼したね。ごめんよ。入ってきた窓から出て、濡れっぱなしになっていた下駄を突っかけた三五郎に、熊はぎろりと険しく目を向けた。小僧。まだ憤っている。なんだ。坊主頭に引けは取らぬと、三五郎も躍起となって言い返した。
あの人のことに手を出すと殺すから、そう思っていろ。そんな約束はしねえ。いやでも約束させてやる。俺はこの一心をあの人に投げ込んでいるんだ。俺もそうだよ。言い捨てに去ろうとする三五郎を追って熊は薄日の窓外へ頭を突き出した。サブを討ち取るのに手伝うと承知しねえ。小僧、俺の言ったことを忘れるな。変な指図をするね。てめえが何の縁故であの人に肩を入れるんだ。俺は去年の春先からだ。てめえは昨日今日現れてきやがったくせに。何を言いやがる。てめえの目も俺の目も赤いものは赤く、白いものは白く見えろ。何だと？サブとは阿部の三郎兵衛だろう。俺の手で踏んづかまえてあの人に渡すかしれねえ。なんて言ったところで、あの人の居所を知るめ。ふん、気の毒だったな。お、違えねえ。ざまあ見やがれ。旗と窓を閉ざして熊が聞こえよがしにあざ笑った。おい坊主、あの人はどこがねぐらだ。意地悪をしねえで言えよ。留守だよ。留守が口を聞くか。じゃあ、俺はつんぼで押しだ。意地の悪い野郎だ。よし、聞かねえ。言わねえ。喧嘩別れをして三五郎は、飯倉まで出は出たが、もしやと思い、四つ角に立ち、左右前後を何度も見たが、例の娘の姿はない。さがに、どうしたんだよ。浮かねえ顔してばかりいるが、体が悪いのか。四五日たって晴れた夕方、西の入り日の予光を浴びて飯倉の暗室へ足を向ける三五郎について歩いている馬太郎が聞いた。体なんか悪かねえ。だって変だぜこの二三日。変じゃねえ。探し物があるんで心配してるだけよ。狐使いのサブを探すのか。ちげえねえ、サブだ。いやだな。自分で探すものを俺に言われて思い出すなんて、おめえ病人みてえだよ。サブだ。ちげえねえ。サブを手なずけて歩き回ったら、どっかで見つけて俺の目の前へ出てくるだろう。何が。めえことを考えついた。兄、キツネつきみたいなことを言うなよ。俺は一緒に歩くの気味が悪い。別れるよ。とは言ったが、別れもせず、馬太郎はとうとう飯倉の暗室まで来た。暗室はこの前と何の変わりもなかったが、窓から覗くと意外にも熊坊主とは似ても似つかぬ耳の遠い老人が半族半僧の姿で茶を入れていた。どなたじゃなお前さんは。わしは耳が遠いから大きな声で願いますぞ。柔和な僧をした老人は熊坊主のように三五郎を小僧などとはいかに怒らせても呼びそうもない。熊って男はどこか行きましたんで。三五郎はうちの変化がおびただしく以前と変わってきちんとしているのを物珍しげに見て聞いた。熊？はあはあ、コロツキ男か。あれはわしを見ると裸足で逃げて行きました。逃げて行くのだからどこへ逃げますとは申さなかったので、わしは行く先を存じませんの。どうして逃げたんですね。仏様が怖いによってじゃ。そういうもんかね。おめえさん、あのゴロツキの友達らしいの。あんなやつの友達でたまるもんか。じゃあここに女の人はいますか。女？はてな、女と申すと。いい女なんだ。ハチとか言うんだ。ハチ、一向に存じません。そうかい。おめえさんはここのなんだね。暗主じゃ。つまりここはわしの死に場所にと思い手に入れたものじゃ。じゃああいつらの住処じゃなかったのか。わしは時々旅をするによって、留守中時には泥棒の輩が寝泊まりするらしい。まだ何か老人が言うのを聞き流し、三五郎は窓の下を離れた。ああ、もしもし、これもう一度来てくれ。何か用かい？
ようじゃようじゃ、その窓を閉めて行きなさい。自分のようで開けた窓じゃ、自分で閉めて行くが一番いいことじゃ。クスクス後で笑う馬太郎をねめつけて窓を閉めた三五郎は、この頃は何として妙なことと変な人間ばかりに会うことかと、さすがの向こう光が骨と筋とを一本ずつ抜かれたような気になって、物も言わず飯倉の通りへ出た。そうに、うるせえよ。俺は思い出したんだが、妙な話があるんだ。なんだか知らねえが、二三日経ったら聞いてやる。お狐様の話だよ。三兄が背中へ静か御前が鼓を叩いているところを彫り物にしたと話したら、変な顔して笑ったぜ。誰が？サブがさ、狐使いの阿部の三郎兵衛よ。てめえ、あいつに会ったのか？会ったよ。毎日この頃会うぜ。サブに？どこで？俺の言っているところへ出てくるよ。サブじゃねえや。いくらいい男で女みてえに長い髪を垂らしていたって、野郎のくせにヒゲのねえ顔は好かねえ。サブでなくて誰に会うんだ？サブより偉いお狐様にや。妙なことと変な人間がとうとう三五郎の足元からも飛び出した。三五兄が背中に痛え思いをして吉野山道行きの静か御前を掘った心持ちが、この二日ばかりに俺にも分かってきた。てめえ、去年の冬の晩、ため池近くで俺が会った娘に会ったのか？そうか、どこで？俺の言うことを聞きなよ。夜になると俺の行く先々へいつとなく現れてくるんだ。ゆんべもそうだ、今夜もそうだろう。三五郎は腹で思案を消していた。早く日が暮れるといいな。あの娘は俺のことを何とか言ったか？いつでも聞くよ。それが聞きたくってくるらしいんだ。それでもいい、俺は愛さえすればいいんだからな。なんて聞く？まだ江戸にいるのかって。そんなことを聞くのか、変だな。それだけか？荷物を持たせてもらうんだ。サブにか？お狐様の娘に。サブはお狐様の一枚下だよ。え？てめえ、馬鹿されるのを喜んでるのか？お狐様だって綺麗な娘は娘にちげえねえよ。馬太郎の言うことが変わりすぎている。狐日、飯を途中で食ったので、三五郎と馬太郎が外へ出た頃は四つ近かった。三五郎は二合酒を飲んだが、馬太郎はお首をこらえて酒を自分で禁じた。今夜も多分会うだろう、お狐娘に酔っていては申し訳がない。こういうのだ。あの女は気が多いんだな。この馬太郎と比べれば俺の方が男らしいはずだのに、こんな奴の行く先々へ現れるとは、どういう気だか合点がいかねえ。淡い淡いと思った恋心が、暗室の雨の日以来、三五郎の胸の中では成長している。だから馬太郎のお狐娘の話を聞くうちも、妬みに似た憎しみが馬太郎にも娘にもかかっていた。それを不審と思わぬのだから、三五郎も馬鹿され気味になっているらしい。どこだここは？ああ、ここは柳橋だね。そうだろう三兄。この野郎め、そろそろ馬鹿され始めやがった。何がここが柳橋だものか。桜川を前にして、向こうは芝山内の山下だに、五重の塔が月夜の空に突き出ているのがわからなくなってやがる。三五郎は眉毛に用心の唾を塗って、馬太郎を憐れむように後ろから眺めた。三兄、みな綺麗だろう。何も見えないが、三五郎は言う通りに返事を与えた。綺麗だが何だろう。お行列だ。何の？お狐様のお殿様の。馬太郎、
てめえ本当に見えるのか、狐の行列が。ああ、綺麗だ。やい。言うより早く三五郎は馬太郎の後ろから腕を伸ばして首に巻いた。馬太郎がせいて苦しがった。いい加減なことを言いやがる。何が狐の行列だ。てめえ、俺をここへおびき出したんだろう。そうでなけりゃねえでいい。狐の馬鹿されを直してくれる。いて。馬狼、正気に帰ったか。お狐様だ。まだそんなことを言ってやがる。嘘じゃねえよ。余ってそこに隠れて見ていねえよ。俺がそこの先のところに立っていると、お狐様の娘がきっと現れてくるから。何を？そう言われると、不思議を信じない気でも、信じさせる不思議に会っている三五郎は、その気になって馬太郎を手放してやった。馬太郎は、その晩の月に青く染まって、人通りの絶えた桜川のへりに佇んだ。と、後ろから見ている三五郎の目の前へ、稲子のように飛んできた蝶花の男が目を光らせ、弾む息を抑えながら問いかけた。娘姿のやつが来ませんでしたか？いいえ、どうかしたんですかい？すれ違ったと思ったら、懐の金が紛失しまして。あとは言わずに、追いかける木と見え、駆け去った。その足音を聞きながら、三五郎は目の前に佇む馬太郎を見た。馬太郎は、狐娘を待ち焦がれ、首を四方に向け替えていた。なんだ、あの雨は、とんだ狐で巾着切りだった。通りではすっぱなところがあると思った。熊坊主が言った狐のお鉢の名の通り、正体がまず分かったが、それにしても三五郎の恋心に一抹の黄昏色が襲ってきた。とはいえ、それだけで嫌いにはなれなかった。髪の毛がプーンと匂った。絹ずれの音がはっきり聞こえた。と、馬太郎がふらふらと動いてゆくその先に、月を浴びて娘姿、白い顔が浮き出して見えた。三五郎の目が皿のようになり、息を呑んで寄っていったが、急にがっかりして立ち止まった。違う。かの娘とは背の高さ、姿の線が違うのを三五郎の目はすぐ発見し、巾着切りが正体と思った心の重荷が降りた気がした。馬太郎はと見れば、これは娘に胸を小突かれてよろめいている。およ、妙なこったが。と三五郎が再び目を皿にして見つめている前で、娘が妙な手つきに印を結んだ。どこかで犬がたけり立っている。娘は慌てて印をまた結んだ。長いたもとが翻って、やがてかんざしが抜けて飛んだ。娘が三度目の印を結んだ。養蜂の術が効き目を失ったものらしい。と三五郎は背中から右脇へふわりと柔らかい人の気配を感じ、白い顔が流れるように通ってゆくのに気がついた。ほっ、女の髪の毛、おしろいの匂い、女臭さもプンと三五郎の鼻をついた。あの娘だ。気がついて驚きと喜びと楽しさで駆け寄ろうとする前で、今の娘の男がかった声がした。サブ、とうとうあったな。恥か。気をつけて動け。後悔をする自分には首がねえ。前の娘の声は地声の男、狐使いの三郎兵衛だ。と気がついたのは三五郎ばかりでなく、紐をつぶした馬太郎が逃げてきて取りすがった。さあに、俺は馬鹿されてるんか。お狐娘が男の声だったぜ。わなわなと震えている。目の前では狐の鉢とサブトがにらみ合っている。その双方とも娘姿だけに三五郎でさえ馬鹿されているかと疑ったくらい。中仙道深谷塾、大木屋の子分、柴太郎の敵討ちだ。サブ、首玉をぐっと伸ばせ。ポンポンと叩きつける狐の鉢の短歌が、細く通る声だけに、かえってすごい。それに引き換え、
サブの声は作り声でないだけに、姿とは雲泥で男男して妙に汚い。長脇差しの世渡りに敵討ちはしゃらくせ。てめえ言って大宮の身内か柴太郎のなんだ。変な真似をすると熊坊主と同じこと。狐攻めにかけて川の底で腐らせるぞ。わかるように言って聞かせてやる。柴太郎は兄貴だ。秋祭りの鳥羽帰りにヘラ箱の切り取りした。ウヌは盗っ人、長脇差し徒生とは言わさねえ。盗っ人だと？何をしゃらくせえ。盗っ人ならお上で売っちゃっとかねえ。だからてめえ、悪運尽きる今夜が来たんだ。さあ、どっちもたもとも裾も長いから、ゴブゴブ勝負だ。熊坊主の手向けもついでにしてやろう。来い。命をおろそかにするやつだ。見ろ、天地一平に赤い火は、四川四役の眷属が俺を守護する狐火だ。さあ見ろ。口に呪文を唱えたが、ただ一点の狐火も出なかったので、舌打ち干してサブは脇の下から合口を抜き取った。狐のお鉢も合口を逆手に握っている。名残彫り。三五郎さん、あばよ、おめえの背中に彫り物の出来かかりがあると聞いて、すまねえと思うことは思ったんだが、三五郎さん、俺は女じゃねえ、男だよ。十八稲荷の申し子で、八郎兵衛と名前がちゃんとある男だが、聞いておくれ。子供の時から親の物好き六部の十八稲荷のお告げが主婦で、女の子で育ったのさ。富士より育ちというけれど、生まれつきも育て方で変わるんだね。現在男に生まれながら、私は男じゃ世渡りができないよ。女姿なら体も楽だし、世渡りもどうやらこうやら旅の女博打ちでやっていける。いわば親の物好きが子に報いさ。さればとて親を恨んではいないんだよ。あっけに取られている馬太郎に目もくれず、狐八郎兵衛は、明日は剣士役人が驚くだろう娘姿の三郎兵衛の脇に立ってしみじみ言った。だから私の一生には姿形の女から男にかける恋もなし、生まれつきの男から女にかける恋もなく、一代恋路は闇から闇の生まれ損ないか育ち損ないか、旗は同然の八郎兵衛狐。どうで最後は旅の草っぱらのの強さ。ええ、じゃあもしや狐八郎とは。どっかで聞いたか三五郎。うん、どこかで聞いた。月の晩だよ、眉毛に椿、狐八郎が化けて出る。妙な歌だと覚えていたのを思い出した。そうかい、お前も旅人だったんだね。どっかでまた会うかもしれないよ。あばよ三五郎、江戸は旅人には鼻が使えて頭痛がする。私はやっぱり行く先々の空が青く、鳥が飛んだりウサギが駆けたり、山や川やがのびのびとしているところがいいんだからね。さようなら。行きかけて二足目に八郎兵衛は引き返した。三五郎、彫り物を見せておくれ。広い世の中に旅の身では会うか会わないか知れないからね。見てくれるか。おや、涙をこぼしているようだね。悲しいはずがねえのに泣けてくる。変だ。さあ見てくれ、仕上げてあるんだ。月に背を向けて見せた彫り物にしばらく見入っていた八郎兵衛狐が、不意に静か御前に唇を触れた。は、振り返った時、娘姿は花が揺れているようにかけていた。翌朝、三五郎は彫り物の静か御前の頬に名残の口紅がついているのを知り、彫り物師に朱で同じところに狐八郎の形見彫りをした。やがて来る桜時を江戸に待たず、三五郎もまた旅に出た。春も過ぎ、秋も過ぎ、また新しい春も
秋が来て去ったが、行く先々で月の晩だよの歌は稀に聞くことあれど、八路塀狐の女姿はどこへ行ったか見当たらない。長谷川新作、八路塀狐、嘆きの紅おしろい。またたび新八景より、全文読み切り。